本目。これを切れたのくっつけるより中身が粉々の方が直しにくかったりするんだよな。それじゃあひんむいてみようかな。男かな女かな。困ったな、ね、結構すぐ見つかったから喜んでいたのにな。こういう場合どうすればいいのだろうな。私はここまで来て手ぶらで帰るわけにもいかんか。なんだてめえ、剣も抜かねえで死にてえのか。あの印はナンバー3空手屋。なぜここに私を追ってきたのか。遊ぶ相手が増えたからこいつはもう潰しちゃおうかな。あれ見た目より軽いな。もっと飯を食え。私の用はこいつなんでな。悪いがこれで失礼するよ。あ、甘く見るな、やつは。ざけんな、何しやがったんだてめえ。なめんなこら。なんだ、なんで当たんねえんだ。攻撃が勝手にそれている。そんなバカな。おっと、一応使える頭はついていたようだ。てめえバカにしやがって。もうただじゃおかねえ。殺してやる。裸にして手足引き抜いて腹綿引きずり出した後なぶり尽くしてやる。お前はここで足を直していろ。あ、しかしお前よりによってろくでもない奴と戦うつもりでいたもんだな。気をつけてくれ。奴は硬くて剣が効かない。違う、こいつじゃない。下にいるもう一匹のことだ。死ににでも行くつもりだったのか。恐ろしく巧妙に容器を隠しているが、波長を合わせればお前にも見つけられるはずだ。攻撃が当たんねえなら当たるようにするだけだ。腹綿引きずり出してなぶり尽くすんじゃなかったのか。え、何のことだ。ガラテア、いつまでも余裕ぶっこいてっからだよバーカ。あれ、新陳代謝の活発な脳で羨ましいよ。なるほど、波の攻撃じゃ外皮すら貫けないか。やはり外皮が硬いといっても場所によって差はあるようだな。なんで先に手足をもぐのは私の方だったようだな。これがナンバー3の実力。まるで相手が意のままに操られているような。貴様泣くなよ、みっともない。醜い顔に拍車がかかるぞ。